はい、こんにちは。今日はですね、パンジービオラの切り戻しやらないでーってことをテーマにやっていこうと思います。いややっちゃん、1ヶ月ぐらい前に切り戻しの動画出してましたよねって思う方たくさんいると思いますので、その辺も含めてしっかりとね説明していこうと思います。季節はどんどん進んで冬に向かっています。1ヶ月も経つとあの頃とは随分状況が変わってくるんですね。はい、なのでその辺も含めて品種によって切り戻しに向いてる向いてない、そして季節や地域によって気温がだいぶ違ってきます。パンジービオラを比べても切り戻しに向いてる向いてないってあるんですね。ということでですね、その辺も含めてやっていこうと思います。実際に1ヶ月前に動画で切り戻ししたもの、そして切り戻した枝を刺し目にしています。なのでその1ヶ月前に切り戻した株どうなったのかな、刺し目にしたものどうなったのかなっていうのをね、実際に見ながらね説明していけたらいいなと思います。多分最初から最後までとっても興味深い内容になると思いますので、はい、楽しんでいただけたらなと思います。ってことでやっていきましょう。どうぞ。11月に入るとさまざまなメーカーさん、農家さんからたくさんのパンジービオラ出てきました。こんな感じでいろいろ育ってきましたし、いろいろ育ってきました。見ていきましょう。元気だね。さあ、じゃあまずね品種による違いからやっていきましょう。まず見ていただけると分かるんですけども、コメリさんのラビオラ、はい、こんな感じでぐんぐん成長しますね。一方ですよ、こちら佐藤園芸さんのヌーベルバーグっていう品種になるんですけども、全然違いますよね。がっちりしていて切り戻すも何もないね、全然育ち方が違いますよね。ということでですね、さまざまなメーカーさんからさまざまな品種出てるんですけども、ぐんぐんわけ広がっていって伸びるようなもの、サントリーさんのフィオリーナだったり、コメリさんで販売してるこの品種ね、ラ・ビオラだったり、横へぐんぐん成長するよっていうものに関しては切り戻しに比較的向いています。切り戻ししても新しい脇芽が出て、またそれがあっという間に成長して育ってくれる。はい、こちらまあ一つの例として紹介するんですけども、佐藤園芸さんのヌーベルバーグ、切り戻す必要がそもそもないんですよね。そもそもね、なぜ切り戻すかっていうと、枝が徒長してしまう、節と節の間が伸びすぎてしまってだらーんってこう垂れ下がってしまって形が乱れちゃうから、それを整えるために切り戻しっていうのをするんですね。はい、ですけどもこの佐藤園芸さんの品種っていうのは徒長している株を見たことがないんですよね。はい、なのでこうやってがっしり締まっているしっかりした株っていうのは切り戻さなくていいです。はい、切り戻したところでお花を落としちゃうことになるので、逆に成長が遅くなっちゃう、花を楽しむ時期がぐって短くなってしまうので、わざわざ切り戻す必要がないんですね。はい、ということでですね、まあ本当にね一例ですよ。いろんなメーカーさんがあるので一つの例でしかないんですけども、ぐんぐん広がって大きくなっていくものに関しては株を整えるために切り戻しをしてもいいけど、そもそもがっちりしてる、切り戻しする必要もない株もありますよっていうことね。はい、ということで一つはメーカーさんね、品種による違い。続いて季節や地域による気温による問題ですね。僕が1ヶ月前ですね、だいたい1ヶ月ぐらい前に切り戻しの動画を撮りました。なぜ切り戻したかっていうと、1ヶ月前10月の中旬頃ってまだまだ気温があったかかったんですね。気温があったかいままこれを育て続けてしまうと、さらにぐんぐん伸びるんですね。そうすると春になった時に全部こう広がっちゃって、広がりすぎてしまって綺麗にまとまった姿にならないんですね。でこんもり綺麗に春までを想定して一度切り戻ししてあげましたね。カットして整えてあげる、整えることによって脇芽がたくさん出て、春にはしっかりとがっちりした株に育ってくれるっていうことで、はい、1ヶ月前まだ暖かい頃は切り戻しをしました。11月の下旬とか12月に入って切り戻しをしてしまうと、そこから気温がさらに下がりますよね。そうするとね、パンジービオラの成長っていうのも本当にゆっくりになります。本来このままだったらお花を楽しみ続けることができるんですけども、切り戻しをしてしまうと地域とか環境とか気温によるんですけども、1ヶ月かもしくは冬の間ほとんど成長しないから、最悪春までお花が楽しめないっていう事態が起こってしまうんですね。なので僕の地域暖かいとはいえども、今からこれ切り戻しするかって言ったらちょっと悩んでしまうぐらいですね。もうね、気温も随分下がってきていますので、切り戻ししなかったとしてもね、今ちょっと形が乱れてますけど、脇芽が出てきますよね。脇芽が上に立ってくる、ぴょーんって上にこう出てきてくれるので、最終的に春にはね、こうこんもりとした綺麗に姿にまとまるんじゃないかなって思ってます。もうすぐ12月に入ろうっていう今の時期、あえて切り戻しはせずにこのまま育ててみようと思います。はい、このまま育ててどれだけこんもりになるかなっていう実験、思いついたことは全部やってみますので、はい、そんな感じで気温が下がってきた頃に切り戻しをしてしまうとなかなか成長しない、最悪春までお花が楽しめなくなっちゃうからやらない方が無難なことが多いですよっていうことですね。はい、次行ってみましょう。パンジーとビオラでも成長の仕方ってぐっと変わってくるんですね。ビオラの方がどちらかというと、生育旺盛で脇芽を次から次へと出してビヨーンビヨーンビヨーンっていうのかな、なんていうのかな、説明ちょっと難しいんですけども、極端な話こんな感じで成長してくれる。一方パンジーっていうのは茎自体がしっかりしてるんですね。しっかりがっちりした茎から大きいお花を咲かせてくれる。ビオラとはちょっと成長の仕方っていうのが変わってくるんですね。どちらかといえばビオラは細い枝をたくさん出してたくさん枝分かれして花いっぱいな株に育ってくれる。パンジーの場合ですと一つ一つの茎も太いですし、葉っぱも大きいです。そしてその太い枝に太い茎に大きいお花をつけてくれるね。全然イメージが違うんですよね、パンジービオラって。実際に切り戻した時の回復のスピードっていうのもビオラの方が速い。パンジーの場合切り戻したはいいけど、なかなか次の脇芽が出てこないっていうことが多いんですね。はい、これね、全部が全部とは言いませんけども、そういう傾向がかなり強いですよっていうことをね、覚えておくといいと思います。実際に1ヶ月前にパンジー切り戻してます。ホームセンターさんで買った80円ぐらいのパンジーなんですよ。これ中心を1箇所パツンって切り戻したわけなんですけども、これしか成長してないんですよ。しかも10月のまだ暖かい時に切り戻して、これしか成長してないね。なのでパンジー切り戻すと復活までに相当時間がかかるっていうことを覚えておくといいと思います。やってもやらなくてもいいとは思うんですよ。ただね、1ヶ月でこれだけっていうね、びっくりする結果出てますね。さあ一方ですよ、カットした先端を試しに刺し目にしてみましたね。こっちは切り戻して、せっかく枝が取れたんだから刺し目をしてみようってことで刺し目しました。1ヶ月が経ちました。こんな感じ。どうどうだったら初めからこう切り戻しをせずに咲かせてしまった方が良かったんじゃないかなっていうことになりますよね。はい、ということでですね、パンジービオラの回復スピード全然違うんですね。特にノーブランドっていうこともあって、余計成長が遅いかなっていうところではあるんですね。やっぱり80円ぐらいのね、こう一般的なパンジーよりは200円、300円、400円とかね、高いパンジーの方が生育旺盛で強い場合があるので、一概には言えないんですけども、はい、ノーブランドのパンジーを切り戻して1ヶ月経った結果が、こんな感じ。はい、一つの参考にしていただければなと思います。はい、なので何でもかんでも切り戻しするんじゃないんですよっていうことですよね。さあ続いていってみましょう。ビオラを切り戻したら1ヶ月経ちました。どうなったでしょうか。これまたね、全然違った結果が出てます。はい、動画でこれ実際にね、1ヶ月前に切り戻してます。こちらも1ヶ月前に切り戻してます。はい、ということでですね、こちらの映像実際に1ヶ月前どんな感じだったかなっていうのをね、2分ぐらいの動画になってますので、一度振り返ってみましょうか。はい、こんな感じで1ヶ月経ったらこうなりましたっていうのをしっかりお見せしたいと思います。ということで、1ヶ月前の VTR、1回だけ見てください。どうぞ。切り戻しっていう作業があるんですね。徒長してしまってビヨーンって伸びたところを株元付近からカットしてあげます。もったいないけどカットしてあげます。今ちょっと遠くでわからないと思うので、後で拡大してお見せしたいと思います。全体的に伸びたところを見つけてカットしてあげる。こんなことしちゃって大丈夫なのって思う方いると思いますけども、大丈夫なんです。しっかりと脇芽が出てきてボリュームがアップするんですね。先端を切られちゃって植物困ります。今まで成長しようと思って一生懸命伸びてたのに、そこを切られちゃう。そうすると脇芽を出してくれるんですね。その脇芽を出してくれることによってさらにボリュームアップしてまとまった株に締まります。なぜこれこう徒長しちゃってビヨーンって伸びちゃったかっていうと、9月10月って暑いんですよね。暑い頃から栽培されているので、その間に茎が伸びてしまった。10月とか11月になると気温がぐって下がります。今切り戻しをしてあげることによって、次からね脇芽が出てきたものって気温が低いからギュッと引き締まったまとまりのいい脇芽が出てくるんですね。っていうことで、暖かい今のうちにカットしちゃいます。今遠目でね全体像をお見せしてるんでわからないと思うけど、これが終わったら次の株はね拡大してみましょう。こんなことしちゃって大丈夫なのって思いますよね。パンジービオラの生命力は強いので、はい、しっかりと脇芽を出して育ってくれるんです。はい、1株からねこれだけカットしちゃいましたね。だいたいなんか元株と同じぐらいカットしちゃったんじゃないかなっていうぐらい。はい、ということでですね、あれから1ヶ月、ここまで回復しましたね。フィオリーナ、サントリーさんのフィオリーナはね本当に優秀なんですよ。成長が早いから、ちょっとやそっと切り戻したからってもう1ヶ月ですごいですね。ここまで大きくなりました。7号鉢ですね。7号鉢いっぱいに広がってる。でかい。まだまだ大きくなりますね。本当に優秀なお花。そしてこれがフィオリーナのオーロラっていう品種ですね。オーロラは成長が少し遅いかなって思うんですよ。その代わりオーロラすごいんですよ。花つきがまとまりがよくて本当にね育てやすいし綺麗ね。これねサントリーさんのビオラはね買いたいなかなか売ってないんですよね。なかなか売ってないので、見つけた場合はねぜひですよ、ぜひぜひもう買っていただきたいおすすめのビオラの一つね。あれだけ切り戻して1ヶ月経ったらこんなになっちゃったよーっていうね。イエローの方が分かりやすいですね。すごいね、すごいね。はい、ということでですね、10月のやっぱり中下旬頃、10月いっぱいの切り戻しであればきちんと回復してくれます。今同じように切り戻ししちゃうとかなりね成長違ってくるので、まあ暖かい地域でしたらね、例えばこれ切り戻してみてもまあなんとかなるかなと思うんですけども、寒い地域でやってしまうとね本当に春まで咲かないよっていうこと起きてしまう可能性があるのでね、はい、その点注意かなって思います。もうちょっとね切り戻ししてない方のフィオリーナもあるので、そちらも紹介したいんですけども、一旦ちょっとねやりたいことがあるので、刺し芽がどうなったかお見せしたいと思います。実際に動画の中で切り戻ししましたね。切り戻しして枝がたくさん取れたので刺し芽もしてます。刺し芽がどうなったかなっていうのをねお見せしましょう。ちょっと盛りだくさんすぎますよね。盛りだくさんで追いつかないっていうね。さあこんな感じでこちらが、はい、イエローかな、ゴールド、こんな感じになりました。取れただけ全部ワンポットに刺してしまったのでこんな感じ。たくさん根っこが張ってればこの隙間から見えるはずなんですけども、あんまり見えない、少しあるかなっていう程度なので、はい、そんな感じでもうちょっとこのまま様子を見ようと思います。成長の早いビオラだからね、こうやって刺し芽やったり切り戻したりっていうのを楽しむことができます。さあもう一つですね。オーロラ。こちらも切り戻して少し枝が取れた、枝っていうのかな、差し穂が取れたのでやってみました。こんな感じ。なかなかね、ビオラはこうペチュニアと違ってどん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 こう根っこを出して成長するっていう感じではないんですね。なのでどうかな、多少根っこが出てるかな。多分お店見えないかな、見えない、まだしっかりとした根っこは張ってないですね。はい、なので気長に待って春に満開にはなると思いますので、はい、その時にまた刺し目こうなりましたっていう動画でね、お見せしたいと思います。切り戻しをしたフィオリーナがありますよね、こうやって。で一方、切り戻しをしなかった方のフィオリーナ、同じサントリーさんのフィオリーナですね。これやっぱりね、切り戻してない方がやっぱ早いは早いですよね、大きくなるのがね。はい、そしてこれがお待ちかね、ベルベットゴールド。これが一番成長早いと思います。もりもりなんかね、あえてつぼみを摘んで成長違うかなっていうのを見てるので、今お花があんまり咲いてないんですけども、本来もうたくさんのお花つけててもおかしくないと思います。はい、そしてミルフルが3ポットあるんですけども、3株ありますけども、ミルフルももともとがっちりしてるんですね、作りが。なので切り戻しはしません、しませんでした。切り戻しはしてもしなくてもいいんですよね。株を整えるっていう意味で切り戻しをする場合もあるんですけども、もともとしっかりしていれば何もわざわざ切り戻しをする必要はないです。なのでミルフルは1箇所も切ってないかな、この3ポットとも。はい、身元園芸さんの動物のタグのビオラ、よく見かけると思います。切り戻ししません、がっちりしてます。この辺は基本的に全部切り戻しはしてませんね。フィオリーナとかミルフル、メーカーさんがおそらくね、早く出してくださってると思うんですね。10月の上旬から中旬にかけて早めに出荷してくれるんですよ。早めに出荷してくれるってことは、まだ暖かい時期なので徒長しやすい、なおかつあまりにも優秀すぎてどん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 成長するんですね。だから徒長しやすいかなっていう部分があると思います。はい、一般的に、基本的な考え方としてはすっごく優秀なビオラでありますので、はい、おすすめね。株を選べばね、徒長してないものもたくさん売ってますので、はい、なので、そもそも切り戻ししないで育てたいって方は、もうぎっちりとしたね、あまり伸びてないものを最初から選べばいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、簡単におさらいしてみましょうか。よくわかんなくなっちゃったとよくわかんなくなっちゃったかなーって方ね、いると思いますので、フィオリーナとかラ・ビオラとか本当に成長が早い成功性な株、品種に関しては切り戻ししてもいいと思います。佐藤園芸さんの品種なんかが特にそうなんですけども、がっちりとしていてそもそも切り戻す必要がない場合、これ絶対に切り戻さない方がいいですね。はい、そのまま咲かせてあげてお花を楽しみ続けてあげるっていう方がね、はい、自然じゃないかなって思います。そして地域による問題ですね。地域とか気温による問題。10月いっぱいの切り戻しだったら復活も早いし、どん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 成長しますのでいいと思います。11月に入ってからの切り戻し、暖かい地域だったらまだ間に合うと思いますけども、あんまりね、こう寒い地域でやってしまうと成長が遅い、最悪春までお花が楽しめなくなっちゃうよっていうことがあるので、その点が注意。そしてパンジーとビオラでも違う。ビオラの方がどちらかといえばね、生育旺盛、次から次に脇芽を出してくれてどん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 成長してくれるんですけども、パンジーの方ががっちりしてるんですね。がっちりしててもりって育っていくので、切り戻ししてしまうと、実際1ヶ月経ってもこれしか成長してないと、はい、っていうことがありますので、パンジーとビオラどちらが切り戻しに向いてるかなって言ったら、ビオラの方が切り戻しに向いてるし、パンジーの方が切り戻しに向いてない。ただね、パンジーに関してもメーカーさんによってはね、ぐんぐん切り戻ししてもどんどん成長してくれるっていう品種ありますので、一概には言えないですけども、一つのね、一般的にはそういう傾向が強いかなってことで覚えておくといいと思います。あとこれ、ドラキュラとかね、本当に高級な苗、ドラキュラさんね切り戻しちゃう方がいるみたいなんですけども、そうするとねやっぱり次の成長が遅いんですよ。そうだな、切り戻してね綺麗になる頃にはもう春になってたなんてことがザラなんですね。なのでこうやって大きい立派なお花を咲かせてくれる、ドラキュラさんなんかが特にそうかなって思うんですけども、わざわざ切り戻してっていうことを考えるよりはそのまま素直にね育ててあげる。そうすれば冬の間もお花をあげてくれますし、春にも大きく育ってくれますのでね。はい、ということでですね、あまり切り戻しをしない方がいいものもあるよっていうことでした。はい、ということでですね、今日は切り戻ししなくていいよ、何が何でも切り戻しをするものでもないんですよっていうお話でした。ということで一旦終わろうと思います。一旦それでは。重たい重たいけどちょっと見ていただきましょうか。ラビオラの3株上ですね。素敵。背景に置くためにラビオラを10号鉢に3株植えました。3株植え、切り戻しもしてるんですよね、伸びた部分はね。はい、1ヶ月、植え付け大体1ヶ月ですね。10月の21日に植え付けてるので5週間も経ってないかな。ワク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 しますね。楽しいですね。ラベンダーからいきましょうか。ラベンダーはやっぱりね成長がゆっくりというかコンパクトにギュッとまとまるんですよね。ラベンダー僕大好きです。ラ・ビオラのラベンダー、綺麗すぎる。どこまで寄れるかな。寄ってみましょうか。映像大丈夫？さあ続いて何でしたっけ？イエローか。ラ・ビオラのイエロー、イエローは成功性ですよ。もりもりですね。もりもり、切り戻ししたけどだいたい5週間も経ってませんけども、3株上でこんな感じね。立派な見本の鉢ができそうですね。背景に置くためにちょっと育ててます。基本は僕ね1株上なんですよ。もったいないから。お金かかるでしょ。はいね、基本は1株上ですけど3株。こちらが何でしたっけ、名前ね。イエローバイカラーか。イエローバイカラーはよく育ちます。ラ・ビオライエローバイカラー、ちょっと寄ってみましょうか。葉っぱも見ていただきたいんですけど元気に育ってますね。一応これ花ちゃん培養土に赤玉土2割とマガンプ K を入れてるっていういつもの培養土ですね。いつものって言っちゃっていいのかな。初めて何笑ってんの。初めて見た人にとってはいつものじゃないかもしれませんけど、僕が今気に入って使っているのが花ちゃん培養土。本当によく育ちますね。なんでなんだろう。培養土って本当重要なんですよね。はい、そんな感じで順調に育ってます。いろいろなお花順調には育ってきていますね。北海道の方とかね、すごい大雪、場所によっては気温が氷点下になってるっていうところ、地域もあるみたいなので、あ、全然違うんだなーっていうね。はい、なのでこの地域によって成長の仕方様々でしょうし、その地域に合った育ち方、育て方をしていけばいいんじゃないかななんて思いますね。どうしてもね季節違うんですよね、随分ね。っていうことをね、やっぱり YouTube を始めて1年半ちょっとになりますけども、たくさんの方からのコメントとかで教えていただいてね、北海道のパンジービオラはやっぱり春からが基本だったりするみたいで、あ、全然こちらとは違うんだなーとか思ったりしてね。はい、僕の影が映っちゃったらごめんなさい。小指が立ったらごめんなさい。小指立ってる何それはい、まあ、そんな感じで大丈夫かな。はい、ということでですね、もう45分動画回してます。一人でね、一人で喋り続けてるから、道歩いてる人さ、この人何一人で喋ってんのって思ってる方たくさんいるでしょうね。はい、やっちゃんおかしくなっちゃったんじゃないのみたいな。はい、どうでもいいかな。はい、ということで、切り戻しに関してはやってもいいし、やらなくてもいい。楽しみ方は人それぞれ。はい、まあそんな感じで、これからもね、パンジー、ビオラ、その他マーガレットとかもありますので、いろんなお花のね、今後成長の様子っていうのもお見せしつつ、いろいろな情報をね、お伝えしていこうと思います。好奇心。自分のやりたいことをなんでだろうって思ったら実際にやってみる、まあ、やってみた結果こうでしたよっていうことをね、お伝えしていければなと思います。はい、引き続きいつものスタイルでやっていこうと思います。ということで本当にそれではバイバイ。ピシュ。さあ、じゃあにゃんこのコーナーいきますので、見たい方だけ見てください。はい、パン。これほくろ。え、にゃんこのコーナー始まるよー来た来た来た。ほんちゃん何伸びてるんだよ、黒いな。もう一回これ、にゃんこのコーナー始まりますけど、あ、始まってみましょうかね。あ、やばいやばい鼻ついちゃった。頑張れ、ほんちゃん。なんかさ、シロちゃんがいないんだけど、最近シロちゃん見つけてこようか。せっかくだからね。ほんちゃん終わったらシロちゃん探すからね。いるかわかんないけど。あ、鼻にくっついちゃったね。ほんちゃんちょっと汚いね。汚いなぁ、猫。鼻のやつ取って上手に。ね、毛づくろいとかできない？ほんちゃん目々が大きいね。鳥が鳴いてるね。あ、あ、ちょっとちょっと気づいてくれたよ。誰？待って待ってほんちゃん。シロー。あらあらあら。シロちゃんはね、一人がいいんだって。ほんちゃんとかいると落ち着かないんだよって。シロもおいで。シロくんも来たよ。あ、シロくん。あー、チュールが食べれないからな、シロは。困ったな。ほんちゃんいいんだよな。たまにはシロちゃんがいいかな。何満足してんの、ほんちゃん背中向けて。ちょっとシロちゃんのコーナーにするね。はい、シロちゃんのコーナーが始まりました。じいちゃんのチョコレートコスモスもありますけども、ちょっと嫌だかなーって。ちょっと嫌だかな、スリスリかな。眠たいね、シロ。あ、ほんちゃんが焼き餅焼いてるわ。やだやだってやだね、シロちゃんかわいいね、シロ。あ、ほんちゃん来たからやだって言っちゃった。怒ってる。ほんちゃん来たから怒ってる。もうね、チュルはないよ。ほん、シロちゃん行っちゃった。ほんちゃん相変わらずだね。あ、冬越し支度、冬越し支度ですね。なんか簡易ハウスでも作って冬越ししようかなって思ってます。不織布とかかけたり、室内なんか明るい室内でね、霜とか防いであげればペチュニアも冬越しできるかなーって。地植えは地植えでこのままチャレンジします。冬越しチャレンジ。これじいちゃんのチョコレートコスモス、いつまでいけるかな。もうそろそろ終わりかな。ペチュニアもマーガレットもスーパーアリッサムも。スーパー本ちゃんもスリスリ。本ちゃんってなんか面白いんだけど。平和だね君は。本ちゃんはいつも平和だな。こちらはこちらで冬越しねするんじゃないかなと思ってますけどね。どうかな。スパルタで行っていきましょう。この辺は多少の霜は降りると思いますけどもね、裏なので。北側はちょっと寒くなるかな。本ちゃんにゃんこのコーナーにゃんこ。本ちゃんのんびりすぎる。何かな。すごいよほら大根いいでしょう。奥さん農園お前も綺麗だよ農園だ。どこ行ったんだろう。こんな感じです。何のコーナー。しろちゃん一人の方が落ち着きますよって。何の時間これ。シロちゃんタイムだもんね、珍しいからね。よしめめ見えるかな。もりもりもり、まあまあもりもり。シロちゃん何ですかそれは。ハンバーグご飯ですか。カリカリおいしいね。カリ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 。こうしてシロちゃんも本当にねねねね。甘えん坊甘えん坊、本当に甘えん坊だね。ほんちゃんちょっと日が短くなってきて、あ黒目が大きくなってくるんじゃないだんだん。ほんちゃん近づきすぎるからさ撮影できないんだよね。面白い猫だな、ほんちゃんは。一番甘えん坊だね、ほんちゃん。構ってよーっていうのもね。素直が一番。絵になるな、ほんちゃん、なかなか。真っ黒で。ということで、にゃんこも元気にやってますので、こうしてにゃんこは、自然へと帰っていきました。おしまい。本当にねねねにゃ。